サワディーカータイリンガール千秋です。タイ語って意外と難しいって言う方多いんですけども、簡単に話すことができますので、ちょっとしたコツを意識するとタイ人が話すタイ語のように言うことができるので、ちょっとそのコツをですねお伝えしていきたいと思います。今日は一番よく使う挨拶ですね、サワディーカー、この言葉なんですけども、サワの後に一回一呼吸置く感じで、ちょっと止める感じでですね、サワと、とっていうのは実際は発音しないんですけども、ちょっと意識するだけで全然変わります。つなげて言ってみると、サワディーカーですね。女性はカーをつけると丁寧な表現、男性はクラープをつけると丁寧な表現になります。ですので、サワディーカー、男性はサワディークラープ、こうするとバッチリです。はい、以上になります。ありがとうございました。コップンカー。